ったくいい加減にしろよ。いらっしゃいませ。ありがとうございます。いらっしゃいませ。いただきます。ごちそうさま。ありがとうございました。八神。ん？あれ？あんたハンピン・リューマンの？東京から随分お友達を連れてきてくれたな。やっぱりよそ者は信用できねえ。何の話だよ。お友達ってもしかして RK のこと？だとしたらあいつらはそんなんじゃ。おい、鉄道だから誤解なんだって。おい、無敵。からでも来な。
また誰かに俺を襲えって雇われたのか。別荘カムロ町のハングルが若者側で街を歩いてやがる。そうかと思え、若い女の先生が自分家に押し込まれて殺された。どうなってる、偉人町で何が起きてんだ。そこで怒るまではまあわかるよ。けどだからってなんでいきなり俺を襲うんだよ。お前に優しく聞いてやる義理があったか。殴って痛い思いさせるや、知ってること全部吐く。あんたもっと身内以外にも優しくした方がいいって。いえや、八神、カムロ町のよそ者たちが何をしてる。よく分かってないのはこっちも同じだ。ただ少なくとも俺はあんたらの敵じゃない。殺された沢先生を知ってたんだ。俺が事件の第一発見者だった。犯人は RK のリーダーで相馬って男だよ。くそ、マジかよ。奴ら何しに偉人町に来た。わざわざ何十人もで女一人殺しに来たのか。 RK は桑名を追ってんだ。知ってるか、ベニヤの。ああ知ってる。でもなんであいつが RK に追われてんだ。今それを調べてるとこだよ。おかげで RK と勝ち合って、さっきは相棒が腹を刺された。そうかと思ったら今度はあんたらに囲まれて全然調査がはかどらない。なるほど、分かってくれた。今この場で俺が言えるのは一つだけだ。ん？RK がこの町にいる間だけお前は俺を兄弟と呼んで構わない。は？なんだよ急に。もちろん俺が兄貴分だ。それって喜んでいいの？俺の兄弟分なら今後ハンピン・リューマンに襲われることはない。お前に手を出す奴がいればそいつらはハンピン・リューマンにとっても敵だ。偉人町が俺らの町である限り女子供に手出しする輩は絶対に許さねえ。ああ、お前もそう思うだろ兄弟。急に距離縮めてくるんだね。付け加えると、お前が兄弟分になる、俺もこの人数で返り討ちにされた面目が立つ。なるほど、そういうことか。
RK のことで何か分かったら俺にも教えてくれ。特にその相馬ってリーダーの居所だ。それさえ分かりゃあとは俺らに任せろ。女先生の敵は取ってやる。なぶり殺しにしてな。おう、おう。ちょうど今連絡しようと思っていたところですぞ、八神氏。セイレンで海藤さんが刺されたとの情報が。本当なの、八神さん。何があったの？ああ、本当だよ。全部話すから。ただ、その前につくもに調べてほしいもんがある。何？桑名のアジトで USB メモリーを見つけた。ライターに見せかけて隠してあったんだ。すぐに中身が見たい。じゃあカイトさん、その相馬ってやつに。脇腹をナイフで刺された。桑名を追いかけてて相馬と勝ち合ったんだ。俺も正直危なかった。相馬一人にやられるとこだったの？八神探偵事務所か。ああ。で、俺はその後桑名の遠縁だっていうマスターに呼ばれて、その USB メモリーをよこすように言われた。その中を見れば桑名の正体と目的がわかるらしい。今開いてみましたが、中身はデータファイルが一つ入っているだけですな。内容は？動画ですね。内容はこれから再生してみましょう。いいですか？なんだろう、すごいドキドキするんだけど。フルスクリーンにします。決まってね。てめえ三つろ何避けてんだよ。顔で受けろっつってんだろ。もう一回やるぞ。もう一回。鈴木、携帯で撮れよ。
はいはい。今度はマジですげえの決めっから。うい。いつでもいいよ。だ、おい、てめえ、行けんだ。ミツル、何しらけることやってんだこれ。ああ、こりゃお仕置きだぞ。もうやだよ。お仕置き。お仕置き。さあ皆さんと一緒に。お仕置き。楠本ミツルのストリップショー。やだやだやだ。てめえ。何蹴ってんだこれ、ああ調子こいてんじゃねえぞミツル。やめてやめて。ミツル、ほら。はいはい、足閉じない。それじゃカメラに映んないよ。もう素人じゃないんだからさ。うわ、こいつションベンしてる。うわ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 、うっそ、キモ。きったね。マジかよ。最悪だこいつら。楠本充のストリップとそう言ってましたね。ああ、楠本充といえば13年前の黒川学園沢先生の同級生で校舎から飛び降りた子だ。厚労省事務次官楠本玲子の息子でしたね。そして30歳になる今に至るも昏睡状態が続いています。この動画は楠本充がいじめを受けてた時の、おそらくは隠し撮りされたものでしょう。この動画って桑名さんが隠し持ってたんだよね。なんで桑名さんがこんなものを。わからない。でもセイレーンのマスターはこの動画を見れば桑名の正体も動機もわかると言ってた。うん、ちょっと失礼。この辺り、主だったメンバーの顔が映っています。一旦ここに映っている絵から状況を整理してみませんか、矢上氏。そうだな、分かったよ。怪しいな。かわいそうだよね、ミツル君。あんな目に遭わされて誰にも助けてもらえなかった。母親の楠本玲子は13年前、まだ厚生労働省に勤める無名の一官僚でした。詳しくは分かりませんが、夫とは早くに別れてたようですね。彼女は息子を女で一つで育てていたのです。ねえ、もしかしてその楠本さんと別れた旦那っていうのが桑名さんだったりして、それで息子の様子を隠し撮りしたのがこの動画だったとか。いや、桑名はさすがに30の息子がいる年には見えないな。もっと他の可能性を探ろっか。この携帯カメラでいじめを撮ってた女子は動画の中で名前を呼ばれてたよ、鈴木って。ええ、だとすると僕らも知っているあの人物だと思いますね。ああ、この女子生徒は今鈴木から別の名前に変わってるんだよ。マミヤユイ、江原に痴漢されたとされる被害者女性。旧姓が鈴木でマミヤは結婚してからの名前だよ。そして13年前、楠本充と同じクラスにいたことは沢先生の口からも確認が取れてる。ええ、
やはりこの女子生徒は間宮ゆいで間違いないでしょう。間宮さんって一体どういう人なわけ？そもそも世間的に楠本充へのいじめ加害者は河合真也一人だとされていました。しかしこの動画を見ると実態は明らかにこれまでの情報と違っています。実は10人近い生徒がいじめに関わっていて、間宮ゆいもそのうちの一人だった。ああ、もしこの動画が世に出たら間宮ゆいもここに映ってる生徒たちもみんなまずいことになるな。楠本満を追い詰め、今日まで昏睡状態にしておきながら自分たちは知らん顔で暮らしてた。そんな風にバレたら社会的に抹殺される。職場、友人、知人、家族に知れたら今の生活を続けられはしない。なんだこいつの顔って、なんか見覚えがあるんだけど。ほう、僕は見たことなさそうです。僕もわからないな。思い出した。誰？三越柴弘の死体発見現場にいた。その時いた連れも全員黒川学園の卒業生って言ってたんだ。神奈川県警の刑事に身分証を見せてた。名前は確か赤池って。するとこういう言い方ができますかね。事件の周辺にいた人物たちが振り返ってみるとみんなこのいじめ動画に映っていると。ああ、問題はそんな動画をなんで桑名が持っていたかだ。楠本満をいじめた加害生徒は河合真也という名前だったはずです。ああ、こないだ神室町で RK が探し回ってた。その時俺が連中に見せられた写真はこの動画の河合と同一人物で間違いないと思う。そして河合が殺されたらしいと当たりをつけた RK はこの後どういうわけか桑名を追って偉人町に来たってことになるな。これは13年前の9月17日午後4時過ぎだから多分放課後の教室だね。あ、いや、これはなんだよ。今楠本満が屋上から飛び降りた日付を確かめたのですが9月17日でした。え？つまりこの動画が撮られた後その日のうちに彼は校舎の屋上から飛び降りたようです。動画を見て新たにつながってきた線もあるにはありました。しかし肝心なところがまだ分かりません。このいじめ動画をなぜ桑名さんが隠し持っていたのかです。ああ、桑名はこの動画を隠し撮りをした張本人なのか、それとも誰か他の撮影者からこの動画を受け取っただけなのか。桑名さんと沢先生は何かしらの知り合いだったんでしょ？だったら13年前に沢先生がこの動画を撮っていてそれを桑名さんに預けてたとは考えられない？便利屋って仕事の一環で。ありえるとは思う。ただしっくりは来ない。なんで？セイレーンのマスターが言ってたんだ。え？ライターの中身を見ればいずれわかる。桑名君の目的も彼が何者なのかも多分あんたなら突き止めるだろう。あの人はこの動画を見ることで桑名の正体もわかるって。でも俺らはまだそこまでたどり着けてない。いじめの隠し撮りからわかる正体って何？
桑名が今40前半ぐらいだとして13年前は30前後ってところだ。もしかして学校の先生だったりして、このいじめがあったクラスのさ。そういうことなら杉浦氏が持ち帰った卒業アルバムがありますよ。沢先生の部屋にあったやつです。矢上氏はまだ中を見てませんでしたね。そうだった、持ってくるよ。その口ぶりだともう二人は中を見たんだな。ええ、残念ながら教師陣の中に桑名さんの顔は見当たらなかったです。ここが楠本充くんがいたクラスのページ。沢先生も写ってたし、間宮由衣も写ってるね。クラスの担任はこの人か。楠本充がいじめを受けていたところを何度も目撃してたのに見過ごしてたとか、あまりやりすぎるなよと薄笑いまで浮かべていた。桑名じゃないな、別人だ。他のクラスの先生も見たけど桑名さんはいなかったね。楠本充、この子の写真はアルバム用に撮られたものじゃなかったんだな。ええ、おそらくその撮影をするより前に飛び降りてしまったのです。沢先生は全然笑ってないね。ん？先生は高校を卒業した後は同窓会にも行ってないって言ってたよ。このクラスの誰とも会ってないって。確かにその集まりだと嫌でも充くんの話をすることになるだろうからね。こちらには鈴木由衣さんが写っていますね。やはり先ほどの動画に映っていた女子生徒です。彼女も楠本充のいじめ自殺に加担した一人だった。このページに映ってる子たちの何割かはさっきの動画に映ってたわけでしょ。ああ、でも河合信也は映ってないんだな。ああ、うん、本当だね、映ってない。河合は充くんの飛び降り後いじめ加害者として叩かれ自主的に退学したはずです。ネットの書き込みにはそうありました。裏取りはできてませんが自然な成り行きであったろうと思いますな。本当は他にも叩かれるべきいじめ加害者がいたのに、河合以外の全員が罪を免れた。ん？これは。その時の担任は充くんがいじめられてるところを見てもそんなに深刻じゃないと思ってました。笑いながらやりすぎんなよと見過ごしていたんです。後で世間のバッシングを受けて教職を追われました。ん？教職を追われた？どうしたの矢上さん。楠本充の飛び降りで当時の担任はえらく叩かれたんだ。その後教職を追われたって聞いてる。うん、それで？だとしたらこのアルバムの担任って辞めた先生の後に来た代わりの先生ってことはないか。なるほど、それはありえる話ですね。バッシングされた担任の名前を調べてみます。アルバムに載ってる先生とは別人かもしれません。少し時間をください。なんだ？なんだ？怪しいな。
矢上氏、わかりました。楠本満の元々の担任の名前、やはりアルバムに載っていた先生とは別人でした。当時の担任は北方優とあります。北方？え？あ、それってもしかして彼、本名北方ってんだよ。聞き覚えは？相馬が口にしてた桑名の本当の名前だ。じゃあ桑名さんは元は高校教師？写真も出てきました。これが13年前の北方先生です。桑名だ。確かに。ああそうだ、そうすると沢先生もこのクラスにいたんだから、彼女にとっても桑名は担任の教師だ。それが二人の接点だったんだ。そういうことだったのですね。桑名さんが全てをつなぐキーマンだった。13年前、満くんの飛び降りで学校を辞めた北方優はその後桑名仁って便利屋を名乗るようになった。その時頼ったのが当園だったセイレーンのマスターだ。桑名は積極的に裏社会とも関わろうとしてたらしい。そして何か目的意識が強かったって。目的意識？それってどういう？世界一の便利屋になること。そういえば俺がカムロ町の探偵と名乗った時、あいつはライバル意識をむき出しにしてきたような気がする。それはなんというか切り替えが早いというか前向きですな。教え子に自殺を図られ、教師失格の烙印を押され、当時桑名さんもかなり傷ついたんじゃないかと思うのですが。なるほど。じゃあ仮に世界一の便利屋を目指しているにしても、その前段階でもう一つ何かありそうだな。ええ、そう考えた方が自然な気がしますね。つくも君はいつも優しいな。偉人町の裏社会で成り上がる。実際13年かけて桑名はそこそこ顔が売れるようになってんだろ。違法な仕事でも受けるって言ってたし、もう表の社会に復帰する気はないんじゃないかな。それはそれとして、では桑名さんは今回の一連の事件にはどう関わっていったんです？偉人町で成り上がろうとしたことで RK に追われるようになるんでしょうか？まあ確かに桑名の目的としてはちょっとざっくりしすぎてたか。いじめ加害者への復讐だ。桑名はそもそも生徒たちがいじめなんてしなければ教職を追われずに済んだって思ったのかもな。でその怒りの矛先が河合深夜に向けられたってのはどう？なるほど。確か河合は5年前カムロ町で知人らしき男女に車で連れ去られたということでした。じゃあその中の一人が桑名さんだったの？可能性としてはあると思う。その結果河合を探し回ってた RK が5年前の桑名の存在に気づいたのかも。そしてその時の事情を聞きたくて偉人町まで桑名を追ってきた。ああそれなら RK が偉人町に来た理由になりますね。また河合の知人らしき男女っていうくらいだから桑名さんの他にも何人かいたんだよね。それってもしかして？ああ、
これだ。ああ、そこに写ってる子たち、河合の知り合いであった男女、そう言われる間柄なのは間違いない。でもなんでこの子たちが河合を拉致すんの？桑名が協力を頼んだ、いや協力させたのか。どういうこと？ほらこの動画って桑名がこっそり隠し持ってたわけだろ。でもここに写ってる連中にしてみたら絶対に人に見せたくない代物だよ。自分らが同級生をいじめて飛び降りまでさせたことが大っぴらになるんだから。え、確かにネットに流出でもしたら大変です。大炎上して社会的に抹殺されかねません。桑名にしてみれば彼らの弱みを握ってたことになる。それで河合への復讐に加担させた。いくら脅しのネタがあるからって人殺しまでさせられるかな。河合って殺されたんでしょ？河合が殺されたってのは RK がそう言ってるだけだよ。死体が見つかったわけじゃない。待って、頭が追いつかなくなってきたよ。ああ、まだタラレバの話が積み重なってるからな。でもそれを裏付けてくれるかもしれない人はいる。誰のこと？例えばこの中に写っている間宮ユイなら俺は家まで押しかけたことがある。もし河合を拉致した中に彼女もいたなら面白い話が聞けるかもしれない。そうですね、今八神氏が語ったのはカムロ町と偉人町の事件をつなぐ一つの仮説です。ですが間宮ユイからその裏付けを取れたならさらなる情報が引き出せるはずですよ。桑名さんの居所もわかるかもしれません。ああ、まだ桑名は完全に取り逃がしたわけじゃなさそうだな。桑名さんってどういう人なの？三越葉殺しと江原のアリバイ偽装、沢先生の事件、5年前の河合真也の失踪、多分その全部に桑名は一枚噛んでる。あいつの尻尾さえつかめれば全部見えてくるはずだ。じゃあもしかして今僕らいい線いってる？ふん、多分な。明日早速間宮ユイを直撃しよう。では杉浦氏も八神氏に同行してくだされ。状況は次のステージに移ったように思います。僕は一人で大丈夫。海藤さんも負傷した今、八神氏には助けが必要でしょう。オッケー、つくも君がそう言うなら。助かるよ、ありがとな。つくも、杉浦は無事に返すから。僕の相棒はそんなに弱じゃありません。存分にこき使ってくだされ。
時間食っちゃったよ。Let's go.
いい加減にしろよ。いらっしゃいませ。いただきます。みなぎってきた。ごちそうさま。ありがとうございました。しばらく寝とくって。八神です。はい。はい。
はい。いえ、ええ、ったく時間食っちゃったよ。いらっしゃいませ。いただきます。ごちそうさま。ありがとうございます。
たくや。おどえ強くなるぞ。いらっしゃいませ。いただきます。これはごちそうさま。ありがとうございました。しばらく寝とけって。ヤガミ。
やってやれ。しょうがないね。Stop!
して
根性なしが。 Hmm.
なあ。あ。うん？実は。お。ええ。ということは、つまり、ああ、察するに。いや。ええ。八神さん。実は。
八神さん。実は。え？ええ。ですが、なるほど。はい。ところで、ごめんなさい。
名前か。よしよし。名前か。でも嫌い。たくいい加減にしろよ。
やってやんよ。Thank you.
提案よ。思いっきり行くぜ。
なあ。なあ。レイジーエンジェルス。へえ。あの人はな、は？ヤガミッチ！あれはレイジーエンジェルズヘッド、皆川リナ。イエーイ！今夜のギグが始まるぜ！こいつは死にゆくレーサーたちに捧げるデスソング、死にも飛び起きるパンクな生かしたレクイエムだぜ！うるせえ！私たちはレイジーエンジェルズ、バルハラから落ちた悲しき天使たちだよ。今夜も冥界までぶっ飛ばしていこうぜ。イエーイ！あんたがヤガミか。ああ、爆音雷竜の花咲をやったんだってね。やるじゃん、幸せなやつだよ。レースで死ねるなんてさ。殺しちゃいねえ、引退に追い込んだだけだ。引退だって？聞いたかい、みんな。こりゃ傑作だね。デスレース引退しちまったら、あとは醜く老いて死ぬのを待つだけだよ。地獄に落ちたってエンマ様に門前払いされるだろうさ。皆川、やるならさっさと始めようぜ。最初の相手はドイツだ。ラブホ、相手してやって。やったー、イケメンだ。イケメンと神獣だ。神獣だと？ヤガミッチ、それがレイジーエンジェルズの世界観だ。奴らにとってレースで死ぬことは誇り高きものなんだ。レースで死ねばレーサーたちの天国バルハラに行けるって考えてるようだからな。なるほど、わけがわからねえんだ。とにかくヤガミッチはあの女の神獣相手に選ばれたらしいぜ。大変なことになっちまったな。キュー、いい男だね。飛ばしていこうぜ、天国に向かってよ、イケメン。
よし。という名のデスレース。もヤガミさん、ありがとうございます。ところで、ありがとうございます。
え？へえ。いえ。つまり、はい、名前か。
よしよし。いらっしゃいませ。いただきます。ごちそうさま。ありがとうございました。
し。しばらく寝とけっての。いらっしゃいませ。
ありがとうございます。時間食っちゃったよ。どうなってどっからでも来な。いらっしゃいませ。ありがとう。八神さん、ええ、
ジョじゃあ行くぜ。ええ。
まったく。
死ぬ前に走馬灯が見えるって言うよな。ありゃ本当だぜターボ。昨夜がそうだったわけ？ああ、なんかどんどん体が冷えてったなあと思ったら、松金の親父にどやされてた。まだ俺が駆け出しの頃の記憶だ。羽村の頭も縁故詰めるかって睨んできててよ。で、俺の代わりに東が泣いてんだ。死ぬ前ぐらい、もうちょっといい記憶見たって良さそうなもんだろ。なあ、きっと本当に死ぬ時はいい思い出が見られるよ。思ったより元気そうでよかった。そうもの野郎、次やったらただじゃ済まさねえ。不意打ちさえされなきゃ沢先生の仇も取れたのによ。相馬に刺されたこと、もう警察に話した？ああ、刑事が来たんでな。あることないこと言ってやったぜ。それはダメでしょ。冗談だよ。言ったのは真実だけだ。俺を刺したのは沢先生を殺したのと同じ犯人だってな。なら多分相馬が捕まるのは時間の問題だ。ただそれとは別に俺らは桑名を追う。あいつが一連の事件をつなぐキーマンだ。 RK に捕まる前に俺らで見つける。桑名か。しかしあの野郎ムカつくね。ん？あいつが俺らに近づいてきたのは結局何か魂胆があったってことだろ。多分ターボーが三越場の殺しを調べてたからだ。こっちは腹割って付き合ってやってたのによ。俺はターボーの添えもんか？そんなことないって。くそ、野郎の正体も割れてこれからって時に俺はこのざまか。とにかく今は休んでなって。つくもも後でお見舞いに来るってさ。なんだよ、杉浦は来ねえのか？あいつはこれから俺と間宮ゆいを直撃するんだ。偉人町から運転手もしてくれるってさ。天沢、八神さん。
はあ。実は。は？はあ、実は。それって…なるほど。いえ。要するに、はい、お願いします。
え？天沢。お願いします。いい加減にしなさいよ。なあ。八神さん。あの。お願いします。え？はい。なあ。
さん、つまり、わかった。シャッターチャンス。なるほど。
なるほど。それって…つまり…はい。だが…天沢、なあ。そうだな。
ええ。お願いします。というわけなんです。全て誤解なんです。だから廃部の撤回を。ダメよ。どうしてですか？私も忙しいし、ロボ部は他にも問題を起こしそうだし。そこをなんとか。次は決勝戦なんです。お願いします。つかよ、退部届は撤回しただろ。おかしいじゃねえか。なんで廃部なんだよ。何よその口の聞き方は。先生に向かってそれはないんじゃない？話をそらさないで。沖手川の資金源だって半グレじゃないって分かったんだから、廃部にする理由はないでしょ。とにかくダメなものはダメなの。何それ、意味わからないんだけど。バカなの？なんですって？どうかお願いします。ロボ部を存続させてください。ちょっと。お、起きてが。嘘だろお前。部長、どうかこの通りです。何？芥田先生が土下座させてる。ちょっと芥田先生、これは一体？ちょっと起きてが君、やめてよ。ほら、やめません。廃部を撤回してくれるまでは。分かったから。ではロボット部の存続認めるから。よし、やった。八神さん。沖手川。ええ。
行け。よし、立て直すんだ。いいね、問題ない。よし、行け。よし、よっしゃ、いいね。損害を報告しろ。いいね。よし、認めざるを得ないね。よし、行け。なかなかのいいね。マジかよ。これだ。よし、問題ない。よっしゃ、いいね。よっしゃ、ひどい。いけ。なかなかの腕だ。最高の気分だぜ。八神さん、起きてが。ええ、やがん。よし、悪くないぞ。よっしゃ、そうだな。まだいけるぞ。まずいな。やばいな。やばそうだな。
くよし行けいいねよっしゃたまるかよし最高の気分だぜヤガミさん起きてが、ええ、認めざるを得ないねよし行けいいねこれだよしやられたなこれだよし問題ないよっしゃまずいななかなかの腕だいい、ね、よしマジかよいけよっしゃこれだこれだよし認めざるを得ないね最高の気分だぜヤガミさん起きてがええyou
いいね。よし。よし。いけ。これはどうだ。よし。よし。よし。なかなかの腕だ。いけ。損害を報告しろ。いいね。これだ。よし。立て直すんだ。いいね。問題ない。いけ。よし。よし。いいね。よっしゃ。ひどい。認めざるを得ないね。最高の気分だぜ。八神さん。起きてが。ええ。
矢神機行きます。いいね。いいですぞ。行け。よっしゃ。いいね。上がるべし。まずいな。いいですぞ。いいですぞ。マジかよ。なんですと？やられてない。よっしゃ。よし。よし。いいね。まずいな。自分のバカ。行け。そうしますか。よっしゃ。いいね。いいですぞ。マジかよ。なんですか。肩こるわ。パソコンずっといじってるとひどいよね。やっと半分、まだかかりそう。今日中に終わるかな。みんな、たまには早く上がったらどうだ。え、でもまだ作業が。いや、全員今日までのタスクは終わっている。だったら今日くらい早く上がっても問題ない。お、いいのか。実は今日楽しみにしてたゲームの発売日なんだよ。あ、上がってくれ。お前ら最近本当によくやってくれている。だから今後に備えて今日は休養してほしい。みんなの健康が第一だからな。どうした？いや、お前がそう言うなら今日は上がらせてもらうよ。お疲れ。ああ、お疲れ。なんかだいぶスケジュールに余裕が出たな。ええ、車崎のアイデアのおかげです。一つのロボットを作成するだけで決勝戦に対応できるのだから。パージ機構の仕組みは厄介なものの、二つ機構を作るよりは安上がりなんです。そうか、まさにグッドアイデアだったんだな。ええ、それに最近部員たちの作業効率もかなり上がりました。やる気が前より明らかに上がっているというか、以前とは何かが変わった気がします。変わったのは掟側、お前じゃないか。
お前がいい方に変わったからみんなやる気を出してくれてるんだと思うぞ。だったらいいのですが、あの矢神さん、これを。これは設計図が入っているキャビネットの鍵です。え、設計図ってロボ部秘蔵のだよな。そんな大事な鍵をなんで俺に。ミスケンの天沢先輩に言われて俺たちのことを探ってたんでしょ。もしかして気づいてた。ええ、ひったくりロボット事件が世間で話題のところに突然ミスケンの指導員がやってきたんです。怪しすぎる。そうか。だが気づいてたならなんで放っておいたんだ。放っておいたのではありません。泳がせていたんです。え、あなたがうちでいろいろと調べ回り結果として部員の身の潔白が証明されればそれでいい。ミスケンの天沢先輩もおとなしくなるでしょうからね。なんだよ、結局お前の思惑通りってわけか。まあいろいろと予想外なことは起こりましたが、矢神さん、あのキャビネットの中の設計図はこの部の財産です。部員でさえ簡単には閲覧できない。アイデアにこそ価値がある。俺は先代の部長からそう言われこの鍵を託されました。だから俺はこの鍵を責任を持って管理してきたんです。そんな大事な鍵を俺に。ええ、この鍵は俺から矢神さんへの信頼の証ですから。キャビネットは好きに調べてください。ミスケンの天沢先輩にも調べさせてやるといい。それで我々の疑いが晴れるならね。わかった。